発信する伝えるってどういう役割なんだろうかっていうことを一緒に考えていくことができたらなというふうに思ってます。樽っていうよりもドラム缶のような形の爆弾を想像してほしいんですが、でそのドラム缶の中にめっぱい詰め込まれているのが火薬だけではなくって、そこに一緒に細かい金属片が一緒に詰め込まれています。それが爆発をしてものすごい熱と勢いを持って人間に飛んできた時に人がどういう傷を得なければならないのか。アブドラクの街はいろんな複合的な攻撃があったんですが、砲撃だったり空爆だったりで、おそらくその周辺に投下されたのも樽爆弾の一種だろうっていうふうに見られています。現地から連絡が入ります。アブドラクの容態が急変したって。でもちろんお医者さんたちも手を尽くした。でもそれが届かなくて、また小さな命がここで奪われていく。でこういう時っていつも私たちはどうしてもこの発信するとか伝えるっていう役割の意味を疑っていくことになるんだよね。写真っていう直接的に人の命を救えもしないものをあなたはどうして選んでたんですか。 NGO の方にこれはかけていただいた言葉で今でも忘れられないものがあります。いや夏希さんこれはねって、僕は役割分担だと思ってるっていう言葉でした。で自分たち NGO 職員は確かに去ってこの場に踏みとどまって水食料届けたりとか悩み聞いたりして寄り添って活動できるよ。だけど現場がいっぱいいっぱいになればなるほど、ここでこんなことが起きてる、こんな助けが欲しいって伝えるっていうことに力が割けなくなっていくって、あなたは少なくとも通い続けるっていうことはできるんだし、ここで何が起こってるのかって世界に発信できるでしょ。これは役割分担だよね。皆さんがこれからどういう立場にあってどんな仕事を選んだとしても必ず持ち寄りあり役割ってあるんだよって私は僕だけに最後に教えてもらったって思ってます。